こんにちは。今日は7月3日です。こちらは私が趣味で育てていますシャインマスカットです。こんな風にね、シャインマスカット、たくさんね、実がついてきました。そしてね、シャインマスカットの上に実はね、グラハムトーマスも一緒に植えてます。近くにですね、オルゴンプランターです。オルゴンプランターにずっとね、グラハムトーマス植えてるんですけどね、ちょっと異変がありました。ご覧ください。はい、ここです。ちょっと見た時はね、この間はこのギザギザがなくて、あ、ここにもシャインマスカットあったかなと思ったんです。よく似てるでしょう。それがね、ここ2日ぐらいでトゲトゲが出てきました。これは虫コブです。ネットで調べましたらね、バラハタマバチ、バラハタマバチというそうです。バラにね、こういうふうにね、寄生して、この中にね、虫がいますね。虫の幼虫が、この子たちは特にね、悪さはしないので、このまま見守ろうと思います。可愛いですよね、コロンとして。悪さをしないと思えば可愛いです。はい、このようにね、シャインマスカットと一緒にね、こんなに育てています。こちらがマスカットのね、葉っぱですね。はい、葉っぱです。ここにね、すぐここにシャインマスカットがいますね。そしてグラハムトーマスちゃんね、見えますでしょうか。上の方ちょっと黄色いのが見えるかな。はい、グラハムトーマスちゃんね、上の方で咲いています。ここから 見えるかな。こんな風にね、ちょっとね、上の方でしか咲かないんですけどね、ちょっと下の方咲いてほしいんですけど、ちょっとね、ここ日陰なんでね、無理なんですね。優先はそう、花より団子でね、シャインマスカットがこの時期は優先してしまいます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。悪さしない虫をね、温かく見守ってあげようと思います。